こんにちは、佐野薬局本店です。ゆらぎ期の女性の味方エクエルをご存知の方も多いと思いますが、その成分であるエクオールは大豆イソフラボンから腸内細菌によって作られます。そのエクオールを作れる量には大きな個人差があり、日本人でエクオールを作れる人はおよそ2人に1人です。その中でも十分な量を作れている人は4人に1人です。そのエクオールを作れるかどうかを検査するキットがエクオール検査キットです。この機会にぜひエクオール検査してみませんか？詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。